今のなんだ？さあ、初めて聞くよ、あんな音。あ、今度はなんだ？何か、匂わない？キリト。あ、なんか焦げ臭いな。それに、生臭い獣臭さみたいな。セルカ！まずい！おい、見ろや！今日はどうなってんだ？また白い有無のガキが2匹も転がり込んできたぜ。どうする？こいつらも捕まえるか。男の有無なんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしねえ。面倒だ。そいつらはここで殺して肉にしろ。ユージよ、いいか、セルカを助けるぞ。動けるな。わかった。うらあ、ユムのガキめらがこの俺様と戦う気か。違う、戦うんじゃない、勝つんだ。行くよ。行くぞ。こっちだ。君と一緒ならきっと勝てる。奴らの動きや反応、ただのモンスターじゃないのか。この屈辱はお前らを八つ裂きにして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。
キリト、やめろ、ユージョ、やめろ、ユージョ。子供の頃約束したろ、僕とキリトとアリスは生まれた日も死ぬ日も一緒、今度こそ守るんだ。僕がこの記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った。ユージオとアリスと共に、そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし三人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は白い夢が調子に乗んじゃねえ。夢のガキごときに俺様が負けるわけが。違う、俺の名前はイームじゃない。俺は剣士キレタだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気があるやつはかかってこい。そうでないやつは今すぐ闇の国へ帰れ。ユージオ、しっかりしろ。キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの神聖術で助けてくれ。頼む。無理よ、こんな傷、私の神聖術じゃ無理。ユージオ、嘘よね、私のせいで。ユージオ、泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろう。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない、君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な行為神聖術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった、言ってくれ、何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら、私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファーヒューマンユニットデュラビリティ、ライトハンドセルフトゥーレフト。頑張れ、ユージオ。たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない。もっとユージオにやってくれ。
死なのだろうか。たまらなく寒くて、恐ろしいくらい孤独で、いや、ほんのわずかに暖かさを感じる。誰かのって、これはセルカじゃない。君は誰？キリト、ユージを待ってるわ。いつまでもセントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。傷の具合はどうだ？痛んだりし、うん、丸一日休んだらキリトのおかげだ。俺だけじゃないさ。うん、どうかしたのかい？なあユージオ、お前妙なこと言ったよな。覚えているよ。僕とキリトとアリスは、極限状態における記憶。しかし問題は、たとえそれらがあの場に現れた、キリト、俺はセントラルカセドラル。セルカがお前に新生術を使った時、誰かの声を聞いたか？いや、僕はもう全く意識がなかったから。キリトは何か聞いたのかい？あ、いや、気のせいだ、忘れてくれ。あ、さて、仕事に戻ろう。よし、これで午前中の仕事は終わりかな。いつもより早く終わったんじゃ。うん、なんだか。それはきっと、その証拠にセルカも妙に新生術が。きっと今なら。おなあ、軽くなったのは。せやはりこの世界にはソードスキルが存在する。理由こそわからないが、これは強みになる。キリト、今のはもしかして剣術かい？ああ、多分そうだと思う。前に獣退治をした時も、キリト、君は剣を何、もしかしたら記憶をなくす前のキリトの転職。正式な剣術は、キリト、いや、覚えている。俺の剣はアインクラッド流だよ。アイン、不思議な名前だね。それとも僕に。もちろん僕は衛兵でも。
頑張れユージオ。でもなくしたものを取り戻すために。分かった、望むところだよ。今分かったよ。この森で6年間。ああ、俺もきっと。本当に行くのね、ユージオ。うん。セルカ、ユージオが自分で選んだことだ。村の掟に従い、ギガスシダーを倒して天職を果たしたユージオは、自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そしてユージオは、村を出ることを選んだ。はい。僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう。キリトも。ユージオ、少しセルカと話していいか？うん、もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。それで？一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も
心の中じゃ喜んでるはずよ。ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。私ね、別に姉様の真似してあの洞窟に行ったわけじゃないの。闇の国の土に触れるなんてこと私にできっこないのは分かってた。でも少しだけでも姉様の近くに行きたかったの。そしてこれ以上は進めないってところまで行って、そこで私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子なら途中で引き返してしまうような道を最後まで進んで、洞窟の奥でゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。うん、わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。ねえ。ああ。任せろ。ありがとう。うん、よろしく。了解だ。ありがとう。うん、お願いがあって。うん、ねえ。うん、ふう、どうしよう。ふう、うん、お願いがあって。ふう、うん、よろしく。
了解だ。よろしく。うん。はあ。いや。なんだい？あの、はあ、なあ、はあ、どうも。君と一緒なら君と一緒なら、きっと勝てる。勝ったね。
ちょっといいか？ねえ。うん。どうしよう。あのさ。ねえ。よろしく。いいぞ。
終わったね。君と一緒ならきっと勝てる。よし、お疲れ様。君と一緒ならきっと勝てる。はっ！やあ！くそ！
じゃない、勝つんだ。行こうか。負ける気しないで。始めようか。任せて、回復するね。俺たちなら勝てる。よし、君と一緒ならきっと勝てる。
きっと勝てる。あっ、パッ。君と一緒にきっと勝てる。お疲れ様。君と一緒にきっと勝てる。お疲れ様。俺たちなら勝てる。終わったな。任せろ。
ありがとう。ありがとう。うん。なあ、ちょっと。いや、それと、なんだい？ちょっといいか？はあ、あの、はあ、あの、ありがとう。頼みたいことがあるんだけど。ああ、ありがとう。うん。はあ。うん。よろしく。